お分かりいたします。ただいま議題となっております諮問第1号につきましては、森山市議会会議規則第37条第3項の規定により、すみません、他に質問はありませんか。はい、内容でありますので、これをもって個人質問を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております諮問第1号につきましては、森山市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって諮問第1号につきましては委員会付託を省略することに決しました。これより諮問第1号についての討論を行います。討論はありませんか。内容でありますので、これをもって討論を終結いたします。それでは諮問第1号について起立により採決いたします。本件は異議なしと決することに賛成の諸君の起立を求めます。ご着席ください。起立全員であります。よって本件は異議なしと決しました。日程第2議第1号から議第29号までにつきましては、お手元に配布いたしておきましたの、配布いたしておきました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。お分かりいたします。9日から13日まで、16日から19日までおよび23日の10日間を休会といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって9日から13日まで、16日から19日までおよび23日の10日間を休会といたします。なお7日、8日、14日、15日および20日から22日までは市の休日のため休会であります。休会中に各常任委員会をお開き願いまして、付託案件の審査をお願いいたします。これをもって本日の議員日程は全部終了いたしました。来る24日に本会議を再開し、各常任委員会の審査結果の報告、質疑討論採決および各特別委員会の審査結果報告等を行います。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。